皆さんこんにちは、フクロウです。今回はアナザーエデンの対魔導走行ビットを6ターンで攻略するというものをやってみたいと思います。ということでね、直前まで来ています。で、まず対衝撃走行ビットというのが出てくるんですが、こちらのビットで4ターン A4 を貯めていきます。ちなみに左奥の方がね、若干強いので、バリューでね、攻撃力を下げておくっていうのも一つの手かなと思います。で、ここね、特に注意することはなくて、死なないようにしてればいいかなっていう感じですね。で、ここは好みなんですが、私は6ターンで処理したいのでね、4ターン目に物理を下げています。で、ここでね、対魔導走行ビットっていうのが出てくるんですが、こちらの対魔導走行ビットが出てきたら物理場に入れ替えるというだけの作業ですね。で、この時にその先生とね、シーヌのバフが全員にかかるようにしておかないと若干残ってしまう場合がありますね。で、6ターン目なんですが、 A4 を使うわけなんですがね、全体攻撃2人と連撃2人を混ぜておくっていうのがポイントになってきて、連撃2人はですね、今見たように別々にターゲティングしておいて、ダメージが重ならないようにしておくっていうことがポイントになります。で、これでね、ちゃんとダメージが入っていれば2体同時に倒すことができるという感じになっています。ということで、全体にね、350万くらい与えて4体揃う前に撃破することができるという感じになっています。で、若干ね、動画の順番が前後しているんですが、これでね、ネクストエリアが解放されるというような感じになっています。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それでは、バイバイ。